はい、今回はゼアプラス B 動詞という文を見ていきたいと思いますが、一体これは何ぞやというふうに言いますと、ゼアという単語、もう知っている単語です。そこでとかそこにとかっていう場所を表す単語でした。場所を表すからところ上司の決まりで文の一番最後に使うはずだったんですが、これ T 大文字になっているので文の先頭で使います。なのでそこという意味とはちょっと違いそうですね。このゼアと B 動詞をくっつけて使うといますとかありますという意味になるんだという特殊な文法です。はい、実際文で見るとこういう感じ。 There is a cat on the table という文ですね。このゼアプラス B 動詞でいますという述語を先に言います。ね、何がいるのっていう主語にあたるのがこの後ろ a catというのが入ってきます。なのでいます、猫がというふうに順番が入れ替わるというそういうものです。で、ところ上司は変わらず最後に入れてあげましょう。 on the table、テーブルの上にというふうになりますね。これテーブルの上に猫がいますという文になります。でもいますとかありますって今更じゃないですか。いや、もうそんなの知ってるしっていう風になってくれると素晴らしい。例えば犬たちが公園にいます。さあこれを英語にしてごらんっていう風になったらできますよ、できるはずですよ。はい、犬たちがという風に言ってるので主語ドッグスだなですね。このドッグスから始めるパターンできませんか。できますよね。このいますという単語 B 動詞でいるという意味を表すんだった。なのでここ、まあ、複数いるので are という B 動詞を入れてあげる。この B 動詞と前置詞をくっつけてあげたら B 動詞にいますありますという意味になるよっていう文法ありましたよね。 B 動詞パート2っていうのでやりました。 Dogs are in the park でもこれ別に言えるわけです。でもせっかくだから今学んだ there プラス B 動詞で言えないかどうかってなると実は言えるわけです。 there プラス B 動詞複数だから are を使います。 there are です。で、主語の犬たちというのを後ろに置いてあげるわけですね。いますよ犬たちがというふうになります。で、場所を表す単語 in the park というのを最後に入れてあげてもこれ同じ意味を表す文になります。どっちでもいいんですですね。はい、じゃあ次、彼は木の下にいますという文がありました。さあ、じゃあこれを英語にしましょうっていう風になったらもうできますね。大丈夫ですね。はい、主語彼はだから he ですね。で、いますという風に言うのはこれ B 動詞で言えるわけだから he にくっつく B 動詞は is です。で、あとはところ上司で木の下 under the tree というふうに言ってあげればこれで完成ですよね。で、じゃあこれ今習った there プラス B 動詞で言えないかっていうのでじゃあ実際やってみましょう。 there プラス B 動詞 there is でいますよという意味になります。主語誰がいるの、それは彼がいるので there is he ですね。で、あとはところ上司で under the tree というふうに言ってあげたらさあこれは言えるのか。さっきは言えました。ドッグスが主語だった時は言えました。でもこれは言えませんですね。こっちは言えます、もちろん。でも下は言うことができません。うわ、なんでしょうこれは。さっきのドッグスは良かったのになんでヒーになったらダメなのっていう風になるとこれが主語が特定できる主語か特定できない主語かの違いになります。一体なんだそれはっていうと特定できるできないをちょっと見ましょう。そっちに四角二つ書いてあります。もう自分の手元のもう何でもいいです、もう裏紙でも何でもいいですにこれから言う言葉、これから僕が何かを言うので思いついたものを思いついたまんま書いてください。いいですね。いきますよ。まあ、ここで言うとこの左側の四角ですねにもう思いついたまんま書いてくださいね。いきます。犬って聞いたらいろんな人がいろんな犬を思い浮かべているはず。例えば漢字で犬って思った人もいるかもしれないよね。で、犬の絵描いた人もいるかもしれない。ひらがなで犬って描いた人もいるかもしれない。いろんな犬がありますよね、今これだけ聞くとですね。じゃあ次です。右側の四角にこれから言うものを書いてくださいね。自分のお母さん、はい、っていう風になったらきっと自分のお母さんの似顔絵を一生懸命思い浮かべて書いてくれたと思いますですね。この違いです。
どういう違いかというと、特定できないものというのはもういろんな人がいろんな犬を想像するわけです。でも特定できる主語というのは、うちのお母さんっていうふうに言ったら、うちのお母さんは一人しかいないわけですですね。で、そういう特定できる主語の時にはこのゼアプラス B 動詞は使えません。これ彼って言ったら特定できちゃう、もうそこにいる彼っていうふうに特定できちゃうので、これは使えないんだよっていうことということで、これを覚えておいてください。ゼアプラス B 動詞というのは主語が特定できない時に使いますですね。はい、実際文で見ます。少年たちは野球場にいますというふうになっているので、この少年たちっていうふうに聞いたらどんな少年か、いろんな少年を想像することになりますね。ということは特定できない主語になるので、ゼアプラス B 動詞使ってあげていいですですね。で、複数いるので、ここはあーを使ってあげましょう、 B 動詞は。で、ボーイズ、少年たちがいるわけですね。で、野球場にいるので、in the ballpark というふうになれば OK です。これがまあ基本の文ですね。はい、次考えてほしいのは、2番、あなたのクラスには何人の生徒がいましたか？という文を考えてほしいです。ちょっとここ消しますよ。で、そしたら、まずこれ疑問文になっているんだけれども、疑問詞を使う疑問文です。ここです。何人のっていう部分が疑問詞を使う部分。思い出してくださいよ。何人のという、いくつのというのは、how many を使うはずです。で、そしたら、many はたくさんのという意味。後ろに絶対複数形の名詞が必要。だからここは、何人ので止まらないで、何人の生徒までが一つの疑問詞です。いいですね。How many students まで最初に書いちゃいます。そしたら書いたものは消しますよ。余ってんのは、あなたのクラスにはいましたかというのが余りました。一旦かを取って考えたら、あなたのクラスにはいましたというふうになる。いましたというふうになるから、 there プラス be 動詞使ってあげましょうか。過去形だから were を使ってあげますよ。で、あなたのクラスには in your classルームにしましょうかっていう、この普通の文をまず作ってあげるわけで、これをかなんだから疑問文にして戻してあげる。そうしたら、これ B 動詞を使っている文だ、だから B 動詞を前に出すんだなっていうことに気づいてくれれば、 How many students were there in your classroomというふうになるわけです。いいですね。この、疑問詞疑問文、how many にしたときというのがちょっと注意かなという形で、しっかりと文、作文できるようにしておきましょう。以上、ご清聴どうもありがとうございました。